今回は一番売れております小鳥の歌波長調初級の左手、それから琵琶の初級の左手、こちらのですねゆっくり動画を撮っていきたいと思います。まず小鳥の歌からですね、両手で弾きますが、映ってるのは左手だけですね。で、使う範囲はここのラからここのソまでですね。で、このラはですね一箇所しか出てこなくて、このシが最初の前奏と最後に出てくるぐらいですかね。なのでほとんどドレミファソの範囲ですね。ファのシャープが出てきますけれどもね、はい、っていう感じになります。では弾いてみます。このようになりますね。最初は5番のドからドレミファソ、そしてこれ1音番に変えてドラ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 5回、そしてこのまま1音、そして1音ですね。このようにですね、前奏は少しきらびやかな2声、2つのですね声部がこうファファミドドシドのこの2つになってますね。これが組み合わさることで、はい、このようにですねちょっと重厚感のある前奏になっています。はい、そしてポジションをですねこのあと3番でドを取ります。これは5番でラを取るためですね。5番でラ、2番でミ、1番でファ、このまま4番でド、このまま1番でファ、そしてレをちょっと指縮みして4番に弾けます。で、2番でファシャープ、1番のソ、またこうすると5番でドが弾けます。最初の前奏と一緒ですね。はい、という感じですね。ではゆっくり弾いてみます。もっとゆっくり弾きますね。ということですね。昨日ですね、この初級よりももっと優しい入門というですね、楽譜も出版しました。こちらの入門はですね、5本の指ドレミファソの範囲ですね。ドレミファソの範囲で、弾けますので、で単音しか出てこないので、この初級でももし難しいという方はぜひお試しいただければと思います。続きまして琵琶ですね。琵琶はちょっ
と範囲が広いですね。初級でもこのレからソまでいきます。これはですね、ゆっくりめな曲である、揺れるようにそっとって書いてあるんですけれども、より優しさというか深みを出すためにあえて低音を使おうとして、このようにですね、幅広い音域になりました。まずは両手でやっていきますね。じゃあ説明していきますね。最初は前奏ですね。ドソドソ、はい、右手がドミが入るのでこのようになりますね。でこの前奏をですね選んだ理由なんですけれども、これはですね、元々のですね、これは磯部俊先生の作成された、伴奏譜がですね、結構そのご本人がですね、歌を歌いやすい分ですね、伴奏の方はこだわりましたっていう風に書かれていてですね、それで、あ、ちょっとすみません、見つかりました。これ上級の方にですね、磯部先生の伴奏ですかね、左手というか全楽譜ですねを販売にしていて、まあ、それを私がですね分かりやすいように指番号をつけて、コードネームをつけたまま、販売してるっていう形になるんですけれども、それではですね、最初にこういうのが始まるんですね。ドミソドミソ、これから始まるわけですね。そしてその後にこれがこういうのが4小節来た後にビワワーと始まるので、これをですね、このどちらの要素も入れて簡略化したものといいますか、それが、あ、すみません、こっちですね、これになるわけですね。はい、まあちょっと音域的に許すんでしたら別にこっちでもでもいいかもしれないですね。あ、ただドミ、あ、そうですね、うん、これでも別に問題ないかなって感じですね。私はもうちょっとやりやすいようですね、うん、まあちょっと個人的にはこっちの方が好きですけどね。はい、っていう前奏を取りました。はい、そして、ビワワの部分ですね。はい、こちらはですね、こうですね、1番でドドドドドド、これはCのコードでずっと弾くわけで、こういう風になると。これですね、原曲というか磯部先生の伴奏は、ビワワ優しいと、この3つずつになっているので、私もですね、これは1個でビワワと略さってですね、このように、まあ、そんな難易度変わらないですからね、ただ連続して弾いてるだけなので、でこういう風にしましたね。そしてファーファ4番で弾いてから、そしてこれは原曲にあったのをそのまま1オクターブずらして踏襲してるファーファーソーソーですね。はい、これこちらはですね、保育士試験の横にはファで書いてあるので、ファーソー、F ですね、 F だけが書いてあるのでファのシャープの指示はないんですけれども、これは原曲にあるのでファーファーソーにしてるので、難しければファーソーソーだけでもいいですね。つなげますと、そうですね、そしてこのまま1番のラ、2番のソ、そしてこのまま5番でレを弾きます。ここは D7 なのでファシャープ、
ここでちょっとこうずらしますね。上のポジションいきます。ドドドですね。これが6回やった後に2番のファーで1番のソー、そして D7、 4番からの2番ファシャープ、そしてここが一番難しいところですね。はい、まあでも慣れてしまえば簡単です。1234ソファミミ、右と合わすと一番聞かせるところですね。はい、あの慣れると簡単なのでちょっとお耳からつなげると、お耳からつなげるとミここですね。でちょっと飛ぶんですが、5、3、1、2、4で止まる。はい、最後がこのように2つの重音になっていますね。それではゆっくり弾きます。あの前奏だけ右もちょっと交えてやりますね。もっとゆっくりやりますね。というわけで、B は初級の左手ゆっくり動画でした。